500ml のビーカーにおがくずを入れ、お湯を 500ml まで入れます。カセットコンロの上にセラミック金網を置き、その上にビーカーを置きます。コンロの火をつけて、ビーカーの中のおがくずの様子を観察します。